はい、本日もコメントのお答えしていきます。本日はターンですね。はい、個人メドレーの背泳ぎから平泳ぎのターンを速くするにはバケットターンの方が速いでしょうか。タイムアップできるターンとポイントがあったら教えてくださいということですが、まあ、今はですね、本当バケットターンをする方が多いです。まあ、もちろん速いと思うんですが、まあその分だけやっぱり本当にトレーニングの時に、バケットターンをしてないと、まあ、本番だけバケットターンをやるような感じだと本当にこう平泳ぎクロールで呼吸が苦しくなって、逆にそのバケットターンをしない方が良かったっていう時もありますので、なのでもちろん速いのはバケットの速いですので、なので、練習中からどんなにきつくなってもバケットターンをすることができるんであればやってください。もしできないんであれば、手をついて普通に回る今までのターンにした方が良いかと思います。はい、どうだったでしょうか。この質問ですね、僕もですね、やっぱりわからないことってやっぱあるわけですね。僕ができてもやっぱり皆さんにできないことってたくさんあると思います。もうせっかくですね、この森塾というのをどんどん配信しますし、皆様のコメントっていうのをどんどんこう受け入れていく体制を作ってましたので、ですので、もうわからなければもうその日のうちに、メールをする、それを皆様にすぐお答えしていきますので、皆さんが練習した分だけの質問が多分出てくると思いますので、ぜひ、お待ちしてますの で今日の内容もですね、もう一度確認して、そして、動画を見て、あ、こういう風にするんだなっていう部分というのをぜひつなげていただけたらと思います。ありがとうございました。